の方でさ、あのトラック土落ちんじゃねって言ってたトラックあったじゃん、うん、それじゃねえの。ああ、同じ色してたよ、土の色。はい、そんなことはさておき、そろそろうんこビルですよ。すごいな。左側行っとく。なんでゆっくり行く。ゆっくりみたいね。ああ、当てなくていいよ、別に、うん、怖いし、この左側のこの隅田川もいいよね。ね、あれ隅田川だっけ、これ多分隅田川って言っといて違ったら恥ずかしい。隅田川じゃね。あ、あの東京の川って江戸川とか隅田川とかそれでしょ。でもここだって5キロ。あ、そうだね、隅田区って書いてあったわ。駒形、これか駒形。駒形、あ、本当に駒形でよかった。何あの、まあ、丸くん定地くんっていうのある時代持ってない。ヌーボーみたいな。時代持ってない、時代。ヌーボー。あ、だ、うんこうんこうんこ、はいはい、うんこうんこ、はい、うんこうんこ、はい、起動できるかな、はい、うんこ、はい、うんこ、うんこの先端取ってもしょうがなくない。はい、うんこです。ちょっとこだけしてください。はい、はい、うんこ。はい、これこの動画見た人みんなお金持ちになる。で、あとゆっくり行こう。何回見てうんこだよ。うん、トラックくんはなんでそんな焦ってんの。前にバブ、いや、だから渋滞してたから時間設定でしょ。どうせ、あおるんでしょ、これ。やってほら、お金、そこでその運転してここで自己渋滞させんなよ、本当に。お金な。まあね、トラックなんか横転したら大変なことになるさ、マジで。厳門橋っていうのこれ、書いてあった。何この白いの、人工雪。何この白いの、さっきから。え、破片じゃないの、事故の後。はあ、向こう島です。ようやくここからちょっとゴミゴミした感じが落ち着くよね。都心離れるから。まあ、まあ、でもあそこの分かれ道でまた絶対するんだから、まあね、ほら、もうだってなんか赤くなってるし。大丈夫、3本じゃないもん、赤いの。下着を白髪ひげ人バシバシ。デコトラっぽいの。デコトラじゃないけど。いやいや、あ、踏んだ。何を。白いの踏んだ。変な音した、ガチョンって。嘘、大丈夫。大丈夫だと思う。なんだろう、あれ。え、パンクしない。いや、大丈夫だと思うけど。それが怖いんだよ、踏んだ。千葉だから
遅いよ。やっぱそうだよな。俺なんか俺右曲がって記憶あるもんこれ。いやそもそもだって東北道じゃないじゃん茨城。あこれなんとかなるけどな。でもいやでもここでなんとかやってもちょっと出してくれ。大丈夫？見つけて。ギョミギョミして。ああ怖い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 。ここね本当これギョミギョミしてっからさ、うん、気をつけないとごっそんされちゃう。またゆっくり行きましょう。またここで渋滞するか。前の前の車さっき左のウインカー出してたのに行かなかったけど大丈夫かもしれない。間違えたらいいんじゃない。よかったんじゃない。つくべ常磐道だからうちら行くの東北道落ちちゃうからさ。ここはねいつも渋滞してる。ここもなぜか勝しかねよ。涼さんがいるよ。あ、ここか。そう、ここ渋滞すんだよ。勝しかね。しょうがない。下がすげえ渋滞してたじゃん。うん。で、うわトイレまだコンビニまだっつってあのセブンで毎回降りたの。トイレ行ったの覚えてる。高速使うと使わないの差が2倍ってやばいね。相当違うね。うん、だって2時って書いてあったもん、使わなかった。終わってるよ。しっこちゃんがしたいよ。スーってきたこれ。まあ、別にいいけどさ。うん、でもね、ここで入んないとね、強制イベントであっち行っちゃうからね。うん、あれこれって何？道ないあるよね。あるでしょ。あるよ、ね。なんで2車線になってんじゃん。なってるよ。こっちへ東北道で、こっち上磐道で、青木道で。あー怖い怖い。いやこのさ、まっすぐな線と点線になってるじゃん左。これがちょっと俺怖かったんだけど。まあ大丈夫だ。じゃあいいよ。ベンツくん、ベンツとトラック。そこで？ベンツとトラック今。そこで？入れてもらえてないの、かわいそうに。俺の前だったら。入れてもらえないからって。ああこのトラックは。もうバスは普通に直進だったんでしょうね。えバスもかよ。ひでえな東武バス。間違えたのか。いやそんなわけないじゃん。観光バスは間違えるわけない。あれわざとだよ、渋滞してるから。あ、もう鼻くそ。結構ひどいな、こっちみんな鼻くそだよ。これ渋滞するからね、早く入った方がいいよ、うん、そんな、こんなギリギリで入ろうとすんの。そんな早く行こうっていうね、せこいこと考えない、うん、ここは8割、9割渋滞するから、うん、どうしたの。あの黄色の車が無理やり、あいつも右に行きたかったのか、それで変に運転したから、あのトラックが鳴らしたんだ。さあ、危なっ。怖っ、この人たち怖っ。なかったもん。いや今そこのギリギリさ、黄色の車が右車線来たじゃん、うん、入ってる途中後ろから2台さ、すんげえスピードで抜かしてったから超怖いと思って。はい、救済措置だよ。もういないね、もう終わりだよ。大丈夫だよ。いやここではもう諦めんだろ。ここまで来ちゃったらしょうがねえって。いっそ諦めて東北道行ってなんとか頑張ってルート戻って。もう無理だよ。怖いな。よくあの軽乗車あのトラックの後ろ行くら、あれ落ちてきそうで怖くて嫌なんだけど。板がないから後ろに支えの。怖っ。うん、だからあんな車の後ろ嫌だけど。マジで一番上のなんか斜めに置いたんだ。なぜか渋滞する。貨幣って書いてわかんない。サービスエリア貨幣行ってみる。パーキング。なんで？なんとなく。いや帰ろう。帰ろうじゃねえ、行こう。ジャムつく行く。どうしようかな今日。アスカルグも確かに楽しいんだよね。ん？歩くのでしょ。まあどっちでもいいよ別に。